1960年発売時のコアップガラナリターナブル瓶入り製品1960年製の瓶だけカタカナ表記がない2017年現在販売されている復刻版はプロポーションが異なるコアップガラナはガラナを原材料に誕生した清涼飲料水のこと発売開始は1960年ブラジル大使館の指導の下全国製料飲料共同組合連合会として 独立がコアップガラナを統一商標とし、全国の中小飲料水製造業者が日本人の味覚に合うよう多少のリメイクを加え、炭酸飲料として製造販売したのが第一号である。コカ・コーラ社が全国にボトラーモーを構築している頃であり、コカ・コーラに対抗できる清涼飲料水ということでガラナに白羽の矢が立ったと言われている。ほとんどの地域では コアップ柄ナは定着しなかったが、コカ・コーラのボトラー設立が他の地域より遅れた北海道では定着したとされる。以来現在に至るまで特に北海道での地サイダーとして特産品的飲料となるほど受け入れられている。近年入手できるガラス瓶容器は昭和30年代に京都の舞妓の立ち姿からデザインされた瓶の復刻版。 クレイジー剣バンドの横山剣が安陰しており、PV や楽曲によく使用されている。従来はフランチャイズ制のもと販売地域が各企業によって限定されていたようだが、近年のインターネットの普及により、境外化し、おはら、ホッピービバレッジによる河川状態にあると言える。ありがとうございます。